ブラックピンクジェニー、ゴッドセブンベンベンとの交際説浮上普段から進行があり食事しただけ、ピックコン、女性アイドルグループブラックピンクのメンバー、ジェニーと男性アイドルグループゴッドセブンのメンバー、ベンベンに交際説が浮上した。最近、各種オンラインコミュニティやソーシャルネットワーキングサービス、SNS などを通じ、 ジェニーとベンベンが米国ロサンゼルスの日本料理店で食事をした後、出てきた際の姿が収められた写真が公開された。この写真を見ると、ベンベンは帽子をかぶっているが、ジェニーは特に顔を隠したりしていない。写真を見たインターネットユーザーたちは、二人がスケジュールの途中で会い、食事をしたものと見ている。ベンベンは、 ジェニーと共にブラックピンクのメンバーとして活動しているリサとも親しいことが知られているからだ。ただし、一部のインターネットユーザーの間では、ジェニーとベンベンが交際しているのではないかという声が上がっている。これについて、ジェニーの所属事務所は、普段から信仰があり、食事の場を設けただけ、として交際説を一周、一周した。なお、 ジェニーは10月中にソロシングルをリリースする予定。また、これに先立ち9月27日に放送されるバラエティ番組、マイネームイズガブリエル JTBC 第13話と10月4日の第14話を通じ、視聴者と対面する。一方、ベンベンは最近、バラエティ番組、清掃卿ブライアン MBC にレギュラー出演し、活躍を繰り広げている。